回行う企画ですけれども、うん、竹岡圭が選ぶテリー土屋におすすめする走って楽しい車、輸入車くんでございます。確かにね、はい、車は軽いは正義であるっていうのはよくわかりますよね。そう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 、車は軽いが正義、はい、あ、なんですよ。いい言葉です ね。いやだから本当にスバルの BRZ とか GR86、うん、あれをチューニングしていくとこうなるだろうなっていうお手本みたいな車。あ、確かに。そう、テリー土屋の車の話始まりました。始まりました、うん、お弁当食べた？弁当食いましたよ。もう美味しかったよね。美味しかった。めちゃうまいこれ。実はね、私たちはですね、このお弁当を食べたんですよ、はい、これね、うまい、ね、これ新しい企画、これ、ね、弁当紹介コーナー。いやこれちょっといいかもしれない。この弁当がね、うまくて群馬じゃ有名なのこれね。そうそう。でこれちょっとほらへこんでて、これ入ってて中見せますよ。これ群馬鳥有名ですからね、うん、めっちゃ有名。ほら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 、これですよ。鳥が2種類。これ新しい企画かね。でね、これね、タレがね、ご飯にずっと染み渡ってね、美味しいんです。何の番組だよ。一応ね、ちょっと一応あなた今タイトルゴールしたでしょ。あ、そうそう、まあ一応、まあ、車に食べ物もつきものですからね、はい、でね、今回行う企画ですけれども、竹岡圭が選ぶテリー土屋におすすめする走って楽しい車、輸入車くんでございます。ああ、確かにね、はい、あの圭ちゃんは車の選び方がセンスがいい。ありがとうございます。都会的だよね。ありがとうございます。だから多分ね、乙女なんですよ。乙女、まあ、心はね、ものすごい乙女ですよね。そうですよ。それこそね、若かりし頃すごくそういうね、素敵な車を夢見て、はい、青春時代を過ごしたんだなって感じしました。そうなんですよ。気になりますよ。ケイちゃんといえば輸入車好きだよね。あ、そうだね。そう、でもそうかもしれない ね。まあね、おしゃれもんね、はい、でね、今日は現行の輸入車から、はい、うん、あの今車として実際ちゃんと走れる、うん、気持ちよく走れる中で、うん、まあ土屋さんといえば走りよねと思って、まあ、ね、走りをメインに、はい、でテリーさんといえばやっぱおしゃれよねと思って、うん、まあ、おしゃれをメインにチョイスしてみました。あ、いい、はい、お願いします。そうでね、今回欧州車編ということで、ヨーロッパのね、車を国別で、ちょっと1台ずつね、うん、お二人に、プレゼンテーションをしていきたいと思います。くれるわけじゃないんですか。残念。プレゼンテーションプレゼンテーションだけど、プレゼントではない。ではない。あ、違う。それはあの土屋さんに買っていただいて。そうだね、土屋さんもね、うん、稼いでますからね。そうそうそう。俺はね、日本車が好きなの。あ、そうか。そうなの。それはそれでかっこいいな。輸入車って、うん、俺みたいにカスタマイズするやつって、もうカスタマイズするものがないの、輸入車って。あ、出来上がってる。そうそう、で AMG も M もそうだけども、はい、あ、そうか。でもう出来上がってる。国産車って、まだいろんなパーツをいろんな、こう日本中のショップが作るじゃない。なるほど。そのカスタマイズ好きだから、俺は日本車が好き。なるほど、そうか。ちゃんとした哲学ですね、今の。ね、そうだったですよね。初めて知りました、私。はい、初めて知りましたよ。まあそんなね、日本車好きの土屋さんにまずフランス車から行きたいと思います。はい、はい、何ですか。はい、土屋さんにはアルピーヌ A1TS を、ちょっとご紹介したいと思います。これめっちゃいいよ。 S は乗ったことないな。あ、本当よかった、はい、S はね、ちょっとね、軽量化されていて、よりね、うん、スポーティーなね、うん、あのものが高まってますから。これいいよね、はい、小型だしね。そうなんですよ。なったってあれですよ、大きさめっちゃいい。あの、うん、リアエンジンってことかな。ミッドシップになりますね。で、軽いの、とにかく軽い。パワーがあってトルクがあって、うん、で、軽量だから、うん、ものすごい動きがいい。動きがいい、うん、すんごい動き。あ、いいですね。これに乗ると車は軽いは正義であるってのはよくわかりますよね。あ、そう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 。車は軽いが正義、はい、なんですよ。いい言葉です ね。いやだから本当にスバルの BRZ とか GR86、うん、あれをチューニングしていくとこうなるだろうなっていうお手本みたいな車。あ、確かにそうですね。何今サングラスしてんの。向こうが見える。急にそこ。な、何これ。急にそこ。じゃあそう、気取ってないこれ。あ、まかっこいい。気取ってんじゃん。普通にかっこよかった。見えるじゃない。うん、普通にかっこよかった。それ大事だね。こういう外の天気のいい日は、うん、サングラスした方がいいの。格好つけてるわけじゃないの、ね。その通り。でもこれ3人でサングラスしたらかなりやばいかも。やばい、やばい。ね。ね、シャネルズになっちゃった。懐かしいの。そしてね、テリーさんにおすすめしたのは DS の DS4 にしました。ほう、ほう、 DS ってあれですよね、シュトレンから分かれたんですよね。そうそうそう、 DS ってブランドですよね。そうなんです。やたらデザインがね、すごい凝ってて。僕は DS3 に乗ってました。そうなんですね。マジで、うん、DS3 に乗って、後ろ上キャンパストップで。あ、
そうなんだ。そうそうそう、そこに。あ、じゃあもう、じゃあこういうの好きですね。大好きですよ、はい、これいいな。おしゃれさん、おしゃれさん、これいくらするんですか、ね。値段は私全部覚えてないっていうのがね、味噌なんですよ。ジャーナリストでしょ。値段ぐらい。だって値段は値段表みたいな書いてあるじゃん。ね、多分後でスーパー出ますよね。そうそうそう。そう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 、値段あんまりこだわってないんで、ね。はい。はいはい、じゃあフランス車の続いてはですね、はい、イタリア車でございます。イタ車。はい、イタ車。イタ車はですね、こちらの2台。お、土屋さんにはですね、マセラティのグレカーレをちょっとお勧めしてみようかなと。これなんで選んだかっていうと、はい、最近やっぱ SUV が多いじゃないですか、で SUV が多い中でこのクラスはね、うん、ポルシェのマカンの一人勝ちだったんですよ、うん、そこにですね対抗馬としてマセラティがなんとやってきたっていうのを、いや、そういうことね、ちょっと、ね、見ていただきたい。これいくらぐらいするの。900万ぐらいから。あ、なるほど。やっぱね、1000万ぐらい、まあ、900万とか、まあ、1000万とかそれぐらいから、まあ、そうだよね、マセラティだもんね。でもね、マセラティなんですけど実用性がめちゃめちゃ高いんですよ、うん、だからこれは女の子と、うん、ちょっと旅行に行くときにぴったり、うん、なので SUV の中でちょっと走りとね、おしゃれにこだわった1台ということで選んでみました、うん、いいと思います。土屋さんに似合うね、はい、いいよね。テリーさんにはですね、はい、フィアットの 500E、あ、話題の。そう、これは電気自動車で唯一オープンモデルがある車なんです、うん、あ、世界で。そう、オープンカーってないんですよ。確かにそうだね、ないね。で、オープンカーだからこそ外から中が見えちゃうでしょ。ああ、だからインテリアがめちゃめちゃおしゃれなんです。あ、いいな、ちょっとなんか、うん、これまあ日本はね、フィアット500って大人気じゃないですか。そうですね。で、今はもうもちろん中古だとね、100万以下で買えるから、うんうんうん、かわいいよね。そんなおしゃれでね、はい、こういうのパレ、それこそなんか年配の女性なんか乗ってるとね、いいですよね。いいだ、これが電気自動車になって、じゃあどんなフィーリングかなって、うん、走りもね、意外としっかりしてる、はい、これちょっと乗ってみた い、はい。そして次続いてはドイツ車行きましょう、うん、ドイツ車ありますか。土屋さんにお勧めしたいのはやっぱ BMW の M2。 いいぞ、これ好きでしょ。まあめっちゃいいよめっちゃいいから、これ好きだと思ったんですよ。いや本当にこれはね、うん、動きいいよ。アルピーヌとはちょっと違うんだけど。そうですね、アルピーヌは軽いでしょ、うんうん、これは若干重い中級車、うん、中級ミドルクラスなんだけど、やっぱ動きはアルピーヌみたいな動きをしますよ。いや BM はやっぱりね、これ2シリーズっていうかな、うん、ぐらいがいいですよね。サイズ的にもちょうどいいですし、いいね、これはかっこいいです、うん、はい。でテリーさんにはですね、フォルクスワーゲンのアルテオン、アルテオンシューティングブレーク、うん、これアルテオンっていうのは大きさで言うと、うん、ちょっと大きいパサートベースだ。パサートベース、あ、そうか、ゴルフね。そう、大きさ、ゴルフの次ですね。そうなんです、大きさがちょっと大きいんだけど、フォルクスワーゲンらしからぬ、うん、ちょっとこうのっぺりした、のっぺりした、私の好きなタイプの、うん、あのベンツにもシューティングブレークってあったじゃないですか。 あ、はい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 、ああいう感じのね、あ、そうですね、なんかぬるっとした、シューティングブレークって言葉が好きなんですよ、ね、そうでしょ、うん、いや、そうかなと思って。これも1000万ぐらいでしょ。これはね、実はね、567万円。え、フォルクスワーゲンだってみんなの車っていう名前のメーカーですから、お買い得なんです。これ500万ならいいよ。もういいよ。そして続いてイギリス車行きましょうか。はい、土屋さんにはですね、アストンマーティンの DBS をちょっとお勧めしてみようかなと思って。これは似合わないでしょ。そうかな、意外と似合うと思う。いや、こんなおしゃれな車、土屋さんに似合うわけないじゃないですか。これジーパン T シャツで乗ったらめちゃかっこいいよ。それね、ね、そうなんです。これはだってジェームズ・ボンドとか、まあ、ジェームズ・ボンドとか、ああいう、ね、タキシードがいいよね、やっぱり。タキシードもそうなんだけどね、うん、やっぱね、アストンはジーパン T シャツパリッと。いいですね。だからこれ本当 ね、サーキットもパリッと走れちゃうんだけど、普通にグランドツーリングも似合うっていうね、うん、すごいこう懐の深いというか幅の広い、そういった車です。うん、もアストンマーティン大好きだな、ね、これいくらですか。これは高い。まあ、これはね、ちょっと大体3000万。3000万。3000万円か土屋さん買ってくださいよ。マンション買う。マンション買う。でテリーさんには、うん、やっぱりね、これ基本かなと思ってミニのクラブマンをちょっといおすすめしようと。これもシューティングブレークです。あ、はい、僕実はミニのカブリオに乗ってるでしょ。あ、うん、そうですよね。そうそう、だからこれ、うん、ミニってね、僕最初乗るまでもう街で人気があるから嫌だなと思ったんですけども、うん、まあオープンなんでね、うん、まあ、ちょっと買ってみようかなと思ったら、はい、本当にこんなにいいのって。いいよね、クラブマンって。さらにね、クラブマンってね、僕、うん、昔からあるじゃないですか、はい、そのなんか名前をなってってるから、うん、でもこれ低いのが好きなんですよ。あ、これね、これ後ろこう観音開きで、ね、こう乗ると前がこうあのクルーザーみたいな、こういうね、丸いデザインで、ちょっと高級感があってね。いい、これいいですね。小さな高級車でおしゃれかなと思って。いいね、いいね。こちらはですね、だいたい400万円ぐらいかな。はい、いい。まあリーズナブルだよね、うん、これいいな、これいいかもわかんない。これ400だったらもうリーズナブルだよね。ね、これはいいな。はい、うん、こんなところをね、ちょっとチョイスしてみたんですよ。はい、はい、で今日は、今日はですね、うん、この中からお二人にこれがやっぱ一番でしょっていうのを2台私チョイスしまして、うん、車を借りてまいりました。素晴らしい。はい、ですのでそれをちょっとね、体感していただこうと思います、うん、はい、はい、いいんじゃないの、行ってみましょう。
車のことならアヘッドモーターサービス。あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。改造車買取専門店、改造車買取本舗。高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分。改造車買取本舗で検索。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。